始まりましたおならチャンネル、私市川小井口です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は早速皆様におならチャンネルでやることを発表したいと思いますよ。今日やるのは題しておならあるある3連発さあおならあるあるですよ皆さん。ファミレスあるあるとかね、カップルあるある、こういうのは皆さんも一度は聞いたことあるんじゃないですか。ファミレスで言うならこうなんか呼び出しボタンを連続で押しがちとかね、そういうあるあるが出てくると思うんですけれども、おならあるあるですよ。おそらくこれやって発表してる人っていないんじゃないですかね。恋口が初めて発表するものになると思うんですが、おならあるあるを言わせていただきたいと思います。3連発プップップと行かせていただきたいと思います。まず一発目、子供のおならの音が出る率ほぼ 100%。 まあ子供と言いましても4歳以下ぐらいに限らせてください。この場合は4歳以下のお子さんで、まあおならで音が出ますよね。もう 100%、 99% ぐらいですかね、もう必ず音が出ます。そしておならをしたって絶対言います、自供します。おならしたとかおならとか、自供率もほぼ 100%。 羞恥心がないからだと思うんですけれども、別にもうおならに対しておならが別に恥ずかしいものだとかっていうところもないんで、もう出てしまえというような思い切りの良さから、まあほぼ 100% になるんじゃないかなと。まれに、まあほぼ 100% 言いましたのは、まれに本当にもう大人の気持ちを理解しているお子さんがいますので、そういう方はもうこう大人のおならを聞いていて、ちょっとこう表情とかでね判断して、ああダメなんだ、じゃあすかそうかってできる人がいるんで、ほぼ 100% とさせていただきました。これがおならあるある1発目。そして2発目、ブブ、2発目に関しましてはこちらになります。誰もいないところで前日焼肉とかを食べたので臭いおならが出るって分かってて、誰もいないところでこいたのにすぐに誰かが来てしまう、これは本当にありますよね。あるあるある。今もうねうなずいてる方もたくさん見えると思うんですけれども、何なんですかねあれ。いやもう分かってるんです。だからもう自分の中では罪悪感の塊、もう昨日食ったからと、もうしこたま食ったよ、キムチも食ったよ、もうニンニクも食べたんだよ、もう最後締めのラーメンまで行っちゃったよ、もう焼肉もしことば食った、分かってると、もう分かってるからもう違うところで行ってるんです、小走りで行ってるんです、ブッとするんです。ねえねえねえ、いきなり来るんです人が。なんか臭くない？あ、確かに確かにって言うしかないですよね。えあの時の確かにほどね、うさんくさい確かにないですけど。第2位が誰もいないところで、まあ、前日臭い、ね、おならが出ると分かってて臭いおならした時に誰かが必ず来るというのが第2発目でございます。第2条じゃないですね、2発目でございました。そして3発目、ブッブッブッ、3発目でございます。3発目はものすごい強風の中でおならをしても必ずその匂いが自分に戻ってくる。何なんですかねあれ。これもだから本当に臭いおならが出るって分かってて、すげえ強風の、もう外とかにわざわざ出てすげえ強風の中おならするんです、もう臭いおならするんですけど、ほぼほぼ 100% 匂いますねあれ。すっげえ遠く行ってるはずなのに、なんだ こういうことなんでしょうかね。この風のうねりがこうなんです、の一回乗ってるんですかね。あれもまあ本当不思議ですけど、あれはまあなんかおなら七不思議の一つにね入れてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、おなら七不思議の方もね、今の一つを加えたあと6つね、次回次回発表させていただきたいと思いますので、そちらもお楽しみにご覧いただきたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。おならチャンネルでした。バイバイ。